あ、おはようございます。ゆういちろうさん、かわいい1個目ありがとうございます。イエーイ。パンジャラさん、ケンヨンパチさん、ギフトありがとうございます。じゃん、やはい、おはようございます。母さん、てっちゃん、デブニャン、もうギフトありがとうございます。ひろしげさんも、くぶたぶたぶたかたりせんかありがとうございます。おはよう。模様替えされてます。ダダーン。じゅーだだだだだ、おはようございます。そうだね、昨日の夕方配信の前ぐらいに変えました。おハッピー、イエーイ。広島へ向かってる。おー、待っております。お待ちしております。うん、イエーイ。そう、今日はあかりんさん誕生日です。おめでとうございます。今日は、そう、今日はソラファとほのたんの生誕祭&あかりんさんの誕生日でございます。イエーイ。おはよん、おはよんよん、おはー、アリサコールヨロピコです。主役は私じゃないけどヨロピコです。今新幹線で向かってるよ。ふぅー、夏香ちゃん待ってるよー。ほのたん、生徒さん、よろしくよろしく、イエーイ。よろぴくー。てっちゃん、ハートありがとうございます。イエーイ。アリサコールも回していいさ。回していいさ。クリちゃん、豚語り先行ありがとうございます。イエーイ。うん、歌歌った、歌ダダーン。装着メガネ、装着帽子、ドルンドルン、くるりんちょ、オッケー、準備完成、準備完成。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディーあかりんさん、イエーイ。ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます。あかりんさん、お誕生日おめでとうございます。イエーイ。パチ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 、まぶしい。ハッピーバースデー、ハッピーバー、いや、こらっそいと、こらっそいと、ハッピーバースデーです。チャラーニと同い年です。びっくりしちゃう。久々の2回コアファイティン、頑張ります。サーフボードかわいいでしょ。サーフボード、サーフボード貸してあげるよ。タタタタ、君は僕の憧れの人だよ。シーシーマルさん、豚かとり線香ありがとうございます。10iPhone 10じゃなくて 10R?10R? 違う、やめて、 10R って何やったっけ。待って、 10R なんかでかそう。10ちょい待ってね。 iPhone 10R? ちゃうな、これだ、ペレン、 iPhone XS。 アリサは 10S や。 R はでかそう、なんか10R はなんかでかい方な気がするね。 10S です。 S。 久々の2個目、ウェー。
ちゃい方、ちっちゃい方です。じゃーん、ポン、あかりさん点S です。 S テンクスひどい、テンスだよおはようございます。テンスとテンは同じおなびだよ。テン R はね、なんか一個でかいんですよ、ママが持ってるんやけど、一個でかい方やほーい携帯はそんなでかくなくていいよね。そんな老眼じゃないし、見えるし、ちゃんと文字おはようございます。画面割れてる。なんかもうここのね、端っこが割れました。ここの端っこが割れちまいましたあとはまだ割れてないで、ね、あ、ここが割れてるかもしれないもうすぐ割れちゃうよ。でもシール貼ってるから大丈夫ふむふむ、でかい方がいいよ。嘘、小さい方がいいよポケットに入らないもん。何、ミュウミュウ、アリサみたいにバカっぽい子が料理できたらギャップ萌えじゃねえ。はぁ、なんやって、なんでアリサを使うんだ例にひどいじゃないか。アリサ料理できるもん料理できるもん、萌え萌え、ギャップ萌えギャップ萌えじゃない、アリサ料理できるよ。まあまあ何ができるかと言いますと、ひどくない、ちょっとまあ広島人だからね、お好み焼きはもうシャンシャンシャンってできる。そう、お店のお好み焼きは15分ぐらいかかるけど、アリサが作るお好み焼きはもう7分ぐらい7分ぐらいでできるあ、まあたこ焼きも頑張ったらいけるやろ。たこ焼きも頑張ったらいけるし、あとはね、何が作れるかというと、豚キムチ丼とか、豚キムチ丼とかも作れるし、焼きそばとかも作れるよ焼きそばとかも作れるし、あと何ができるでしょう、トマトジュースとかも作れるコーヒーフローズンとかめっちゃうまいで、コーヒーフローズン、そんな感じ。いや、めっちゃできるマジ。てっちゃん、ハートありがとうございます。いや、お好み焼き誰でもできんよ広島風やからね、関西風は誰でもできるかもしれん。関西風はとりあえず具材を混ぜとくやん。普通に具材を生地とかに絡まして、キャベツとかをね混ぜて、もうボーンって焼いてくるってひっくり返したらいいわけやけど、広島風はめっちゃむずいけん。まあ、その生地焼くじゃん、生地の上にきれいにのせてくるよ、キャベツを。キャベツとかを乗せていって、ひっくり返して、で端っこの方で麺を焼き寄ってから、それに上に乗せてからのみたいな。で卵を半熟にして上に乗せるか、ぐちゅってやって下には隠すかやってみたいな。広島風むずいって、マジ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 超むずいよ広島人しか作れんよ。デブニャン、音符ありがとうございます。やーい、フローズンコーヒーめっちゃうまいよ。アリサ上手よ、すぐできるすぐできる。チーズ入れてください。オッケー、何でも入れれる。イカ天でも、何があるかな、天かすとかおすすめよ。チーズはもうもちろんもうグッチョブ、もうもちろん入ってます豚もち、豚肉と卵とチーズはもう絶対入ってるあとそばも、うどんもあるけど、うどんに変えることもできるけどねマヨネーズもかけるよ。ソースはやっぱおたふくでしょおたふくでしょ、
豪華のゼロさん、豚かとり先行ありがとうございます。イエーイ。うどんもまあ美味しいよ。お好み焼きにうどん入ってます。そばも、そばが普通だけどね、うどんにする人もおる。ソースやっぱおたふくだよ。カープソースあんま食べたことないよね。あんま食べん。あんまさ、見かけんくない？カープソース。スーパー売っとるっけ？メモさんの得意料理なんやろね。あれじゃない？何だっけ？炊き込みご飯や、たけのこご飯か。たけのこご飯めっちゃ美味しいで。たけのこ、たけのこ。ちょっと高いんだ。へえ、カープソース。カープソースあんまさ食べたことないんだよね。おたふくの方が慣れ親しんどる味。親しみ深い味だからね。好きですね。たけのこ、たけのこ、たけのこフィーバー。うどんのやつ食べたことない？あいさもない。いつもそばにするから。うどんはなんかさ、すぐお腹いっぱいになりそうじゃん。そばだったらさ、普通にパクパク食べれるけど、うどんはさ、なんか分厚いけどさ、すぐお腹いっぱいになりそうで、やったことない。関西人もオタクソース使う。マジ？マジ？広島の企業だよ、オタクソース。だって社会科見学行ったもん。小4か小3ぐらいの時に社会科見学で見に行ってから、そう、おたふくソースをね大量にもらってから帰ってきた。イエーイ、ありがとうございます。って感じ。いっぱいもらって帰ってきたもん。覚えてるよん。おたふくの見学行ったよ。ちゃんと新聞も書いたもん。瀬戸内のイメージはうどんですか？マジ？それは香川だけだよ。香川だけだよ。やばいやばいやばい、前髪が崩れております。短いピンが。おひさです。おー、ももかちゃん、おひさです。もらって帰れるところ行きたいね。そう、もらって帰れるとこいいよね。なんか浄水場、牛田浄水場を見学しに行ってから、そう、牛田浄水場見学行ってからね、広島の美味しい水ももらって帰った。水いっぱい もらって帰った。うんうん、おたふく広島ですよ。おたふく、おたふく。徳川行ったことある？お好み焼きのあれ、徳川まで。あれは簡単だよね。誰でも作れるけど、あれは。あれはもう生地の中にキャベツとかも豚肉とか入れたいやつをとりあえず入れて混ぜて、ガーンってやるだけじゃん。鉄板の上にガーンみたいな。徳川美味しいよね。一回ぐらいしか行ったことないけど。一回ぐらいしかない気がする。サステナブルの赤字からよろしく、イエーイ。ダイナソーよろしくお願いします。そう、ただいまじゃん、サードシングル大好きな人と、AKB48 グループさんのサステナブルのシングルの握手会も再販中なので、よかったら皆さんお待ちしてます。イエーイ。カルビーは行ったことないな。カルビーいいなあ。ポテトチップス、おたふくの工場近くにウッドエッグってなんじゃ。裏返してるよ、もちろん。徳川ね、一回ぐらいしか行ったことない。そんないかんよ。9月7日申し込みする。おお、ありがとうございます。嬉しい。え、カルビー広島なんですか？嘘だ、嘘。カルビーどこ見学行ったことあるかな。
いや、おたふくとね、牛田浄水場ぐらいしか覚えてない。だってプレゼントもらって帰ったもん。そう、プレゼント持って帰ったからさ、その2つぐらいしか覚えてないな。とっくらはなんか関西風お好み焼きが作れる、簡単に作れるお店です。廿日市にか、ああ、そうだったね。カルビー広島だよ。そうだ、廿日市にね、廿日市の夢タウンにね、そう、カルビーのなんてかっぱえびせんだったっけ、かっぱえびせんめっちゃ食べれるとこがあるよね。でも廿日市遠いからあんま行ったことない。そう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 、廿日市、廿日市あるよね。そう、廿日市の夢タウンの中に出来たてほやほやカルビーのかっぱえびせんが食べれる。いろんな味がある、めっちゃびっくりする。お、ハッシーかわいい、ありがとう、イエーイ、ピース。甘いという感じに、あ、そうそうそう、なんかソラハがさ、廿日市のことをさ、甘いに甘いに何曜日の何曜日の曜日の日にみたいな言ってた、言ってた。甘いじゃねえわ。廿日市、確かにもう一本加えたら甘いだよね。広島めっちゃおもろかった。説明の仕方よ。だってアリさんもびっくりしたもん、甘いがつくところなんか広島にあったかなと思って。そう、びっくりびっくり。甘くねえぞ。甘くねえぞ。松田、あ、松田、え、松田、松田行ったっけ、松田行ったことない気がする。松田工場見学、甘じゃないです。もう19分じゃないか。でも緑出た、いつの間に緑出た。廿日市の話してた、緑出てた、じゃーん。ではキャッチフレーズをいきたいと思います。アリちゃん推しになるのはアリー、アリー、アリサゴー、出航、ピース。はい、ありがとうございます。中学3年生のアリちゃんこと三好アリサです、イエーイ。よかったら右上のハートをポチッと押してルームフォローお願いします。今日はね、もうサップチャップチャンと行かないといけないから集合時間に間に合わないよ。出航、ありがとうございます。ではギフト見ます。ピスタチオさん、ゆういちろうさん、ハッシー、パンデラモンスターさん、福岡のゼロさん、みゃんこ先生、デブニャ、ひらつぐさん、てっちゃん、しんしんまるさん、あずきちゃん、スマイル弟さん、くりちゃん、てっちゃん、ひろしげさん、かあさん、けんよんぽちさん、パンデラモンスターさん、ゆういちろうさん、ギフトありがとうございます。イエーイ。ではランキング読みます。13位しんしんまるさん、12位まきさん、あ、じゃ、13位ガイさん、12位しんしんまるさん、11位まきさん、10位ひでじろうさん、9位かんちゃん、8位あずきちゃん、7位デブニャン、6位福岡のゼルさん、5位ひでさん、4位パンジャラモンスターさん、3位キズナックさん、2位てっちゃん、1位はポチさんです。イエーイ、おめでとうございます。ピース、ありがとうございます。フォロワー1万人また223人を、じゃん、9月2日のお誕生日までに1万人目標にしておりますので、よかったらルームフォローお願いします。わー、お願いします。ではでは、今日の配信はこれにて終了となります。夜配信はないんですけども、今日は昼夜2公演、今日はほのたんの生誕祭とソラハの生誕祭、よろしくお願いします。それではバッチラポー、今日はメタメタ揺れる気がしますが気をつけてください。バイバーイ。
は揺れにご注意です。バイチェラボーイ、ありがとうございました。ゴゴリバで会いましょう。